来月開かれる長岡祭り、スーパーハラシンは毎年花火御膳など祭りの関連商品を販売しています。中越地震から20年の節目を迎える今年の取り組みを長岡市の磯田市長に説明しました。売上の一部は長岡花火財団に寄付されるということです。